はい、こんにちは、にゃんたむ工房です。今回制作するのは三国総決伝よりトータクプロビデンスガンダムです。これは三国総決伝に登場するキャラで、洛陽と呼ばれている場所の現領主ですね。前領主亡き後、独裁的な政治で民衆たちを苦しめている。つまりまあ典型的な悪役ですね、まあ所属は洛陽なので、ここには各陣営のエリアは書いてませんね。紫卓のマークとなっております、いや本当まあ悪役っぽいカラーリングですよね。黒にあと溶岩っぽい赤いラインが入った独特な鎧を身につけていますね、で剣もなんかそれなりのごっつい剣を持ってますね。ほんと独特な的なカラーリングですよね。でこうでこう、どうやら恐竜形態という形態にすることができるそうです。じゃあこれを組み立てるとこうなります。はい、トータクプロビデンスガンダム完成しました。SD 史上最高の色分けはどうしたと言いたくなるほど真っ黒です。ここのクリアパーツがなかったら本当にもう上半身真っ黒ですね。本当どうしたんでしょうね。このトータクも物語では結構代表的な人物だと思うんですが、急に色数が少なくなりましたね。これはちょっと残念なところです。で付属品はこの小熱灯のみですね。これはまあここに、ここが本来金色みたいなんですけど、ね、このようになってます。であとここへ肉抜きがありますね、これが付属品となっております。でちなみにメモリなどは持っておりません。こんな感じですね、持たせると、ごついけど色が足りない。これはおそらく塗装は非常に面倒くさいものとなるでしょう。本当どうした、いきなり色の分けが単調になりましたね。ではちょっと軽く色が足りないところ見てみましょう。まずはここのこっちは金色ですね。でここの部分は一応シールはちなみにこれだけです。相変わらず最小限なシールとなっております。でここはシールで補うようになっています。で問題の肩とか胸部アーマーですね。ここの、ラインは赤で塗装する必要がありますね、ここら辺も。であとここの部分は下に黒地、ここは銀でいいんですけど中は黒地にして、でこのラインは赤で塗装する必要があります。で
ここは赤っぽいですね。足のこの靴部分の塗り分けはそのまんまみたいですね。で、背中はですね、ここやっぱり黒地で、あの赤のラインがビューンと入るみたいです。で、これここの部分がどうやる気に読みたいですね。で、あと、よいしょ、ここに消熱灯をマウントすることができます、うん、とりあえずロボ形態、人型の時のギミックはこんなものですね。それでは、あとあれ色分けですね。 ここのラインも、要はこの何岩っぽいやつのラインは全て赤で塗る必要があるので、この銅鐸に関しては塗装は非常に面倒くさそうです、うん、それでは恐竜形態にしていきましょう。まずはこれを外します。これは外した方がやりやすいか。よいしょ。外れ。これを外して腰をくるんと回転させます。で、これでなくフロントアーマーが外れやすいんですよ。で、ここに穴があるんで、そこの穴にこれを刺します。で、刺したらこれをつけて、で、上半身に関してはまずは肩幅が結構ガッチリはまってるんで、外しにくいんですよね。よいしょ。よいしょ。で、外したら、ちょっと頭も外した方がいい。外したら腕をこのようにして、こうですね。で、腕もなんか外れやすいなぁと。銅鐸はなんか全体的に外れやすい気がしますね。個体差かな、よくわからん。で、これですね。これですね。本当フロントアーマーどんだけ外れるの。これ、こう。説明書ではフロントアーマーを一旦外して、剣をつけるっていう感じですが、がそのままつけることができます。で、あと頭ですね。ここと、ここに、このようにして、よいしょ。くっつけると、恐竜の頭になります。
で、あとは、この前、前立てを、よいしょ、よいしょ、外して、下側の穴に付け替える。と、まあ、このように顔を隠すことができるので、あとは元通り、よいしょ。取り付ければ恐竜ケータになります。本当外れやすいな、外れやすいな。このように恐竜ケータになります。ちなみに恐竜ケータにしたらもういよいよ真っ黒さが目立ちますね。真っ黒にも程があります。これは塗装しないといよいよ映えませんね。で、恐竜形態だとこの足の部分がボロンボロン外れます。まああとはあれだな、恐竜形態は前面部分が走行ないんで非常に寂しいですね。変形機構があるのは楽しいですけどね。じゃあちょっと再び人型に戻します。はい、人型形態に戻しました。やっぱりあれですね、結構パーツが外れやすいですね。主に外れやすいのはフロントアーマーと腕の付け根、あと左足かなが非常に外れやすかったです。恐竜形態から戻すのも食堂でしたね、うん。で、まあこのチャンネル恒例の肘の稼働をできるかチェックなんですけれども、トータ君に関してはこのような形状になってますので、まあ、ちょっとここが狭いですが、ちょっと広げれば劉備と同じような肘を引き込むことは可能そうです。あとこのポロポロ取れて色が足りない銅鐸ですが、唯一まあ嬉しいところといえば足ですね。このような形状になってますので肉抜き穴が正直ここしかないんですね。ここの合わせ目を消せばもう足はほぼほぼ完璧なんですよね。まああとはあの設置性が若干悪いなという気がします、うん。だから足の肉抜き穴はトータクが一番楽だと思います、うん。やっぱり足の設置性ちょっと悪いですね。もうちょっと軸を伸ばすかしたらいけるようになるのかなとは思いますが、とりあえず銅鐸に関してはですね、色の塗り分けが非常にまあきついのと、あと各種ポロリですね、あれがなければまあ今までのキットと同じように良いキットだとは思います。まあ恐竜形態がちょっと貧弱だなっていうのもありますけど、まあ変形できるキットですからね。でも本当色分けとあのポロリは残念だなと思います。足の肉抜き穴埋める作業が楽なのはいいんですけどね、うん。まあ、その銅鐸に関してはそんなとこかな。ということで今回の動画は三国総決伝より銅鐸プロディデンスガンダムの
レビュー動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃんたの工房でした。